どうもこんにちは、前崎さん。またまた取材に来たんですけど、そもそも前の回ではね、ポルシェ俺好きやー言って、もう車好きなのよう分かりました、顔見て。でもなんで職種はエンジン触ったりとかじゃなくて内装を選ばれたんですか？いやいや、別に車好きで始めた職業ではない。ないんですね。ない、うん、嫌いじゃないけど、はい、うん、まあのめり込んでいったっていうことが正しいかもしれない。のめり込んでいった、車に乗ってるうちに内装の仕事になった、うん、いやじゃないな。じゃない、生きるがために選んだ仕事がたまたま補修業である。補修、うん、補修業が、まあ、僕は最初家の補修だったんだけど、うん、なぜかこう、うん、車の仕事がちょこっと来たして、うんうん、そこからこうあれよ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 言ったら車しかもうやってないみたいな、やってないっていう感じ、うん、昔はお家の内装とかやってたって言ってましたもんね。もともとは営業マン、設計営業マン、設計で図面引いたり、なんかめっちゃ立派な螺旋階段を内装で作ったりとか、ね、日本ではなかなかない建築工法やったり。これがなんで車好きでわざわざ内装なのか、リペアの。いやいや、分からへんな。分からんのかいって話ですね。ただただこう自分が生きていくためにこう仕事をしたことが、家から車に移って、うん、で今はまあこれが自分の、まあ、使命なので、うん、これが我が命みたいなのが、まあ、なくなっちゃったというだけで、うん、最初からこれをしようと思ってやったわけじゃない、うんうん、で1年1年毎年毎年こう自分の技術を磨いたりいろんなことを勉強したりしていくと、うん、まあ、結果こうなっちゃったよ。よく本当それだけ、うん、でもまあスティーブ・ジョブズって有名な人がよく言うんですけど、コネクティング・ザ・ドッズって言ってね、こう意識せんけどいろんな点を打ち続けたらいつの間にかつながってそこへたどり着いた。ほんまにそう、うん、で人が困ってること、うん、人ができないことっていうのを自分はできないのかってこうどんどん埋めていくと、うん、まあ、こういうふうになっちゃったっていうだけで、うんうん、もしかしたらメカを選んでたら、うん、メカでもまた違うこと、変わったことをしてたかもしれない、うんうん、なるほどね。やっぱり前崎さんは誰かのためにと思っていうのを追求しまくって、まあ、たまたま内装だったけどリペアの、まあ、プロ神となって今やこの奈良ではいやむせるとこじゃないけど、まあまあね、すごい著名な方にはなられた。みんなだって分からへんけどね、それ。いやいや、けど前崎さんだから僕もだから、なんかいろんな有名な人がここでね直してくれって業者まで来るようになりましたよ、ね、やっぱそれは腕の前にお人柄もあるかもしれないけどね。いやいや、絶対絶対こんなん腕じゃん。人柄、まあ僕は自分で人柄とは思うんですけど、はい、まあ、真面目にやるか真面目にやらないか、根気よくやるかやらないかって、それだけ。なるほどね。前崎さんのテーマといえば、そう、整備とかのね、神は細部に宿る。ありがとうございました。